こんにちは、シェスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで経営学講座の第436回をやっていきたいと思います。で今回は振り返りを必ず行うというテーマでお話を聞いていただきたいと思います。で今何をやってるかっていうと、指導者が実際に組織を率いていく、人を指導していく、でそれで目標を達成していくといった時に、その指導というのはどういう過程を経て行われるのかというのを、まあ、見ているということですね。で前提として、土台として2つのものが大事だということです。まずは目的目標の明確化ということで、まずは指導者自身が何のためにこの会社は存在していて、何のためにこの組織は存在していて、で長期的に、ね、何を目的として事業を行っていくのか、ね、活動していくのかっていうのをはっきりと認識していると、明確に認識しているということですよね。でそれが長年の夢ということであれば、ね、中期的なところで、じゃあ何年何月何日までにこれを達成するという目標を、まず指導者自身が明確に持っているということですね。でこれが前提ということになります。そしたら今度は指導者が、ね、部下とか組織のみんなにそれを共有していくということになるわけですね。ただ、ね、実際口頭で、ね、口で言った、もしくは書いた文章を読んでもらったっていうのでは、実は共有にならないということです、ね、相手は、ね、理解できてない、もしくは腑に落ちてないということが起きるわけです、ね。なぜ、共有にならないかっていうと、ね、一つはその指導者と部下っていうのはこう、ね、指導する側と導かれる側でこう、ね、立場が逆転してますから180度違うんですよね。なのでものの見方が違うというのが一つです。でもう一つは指導者と、ね、部下でその体験が違うと、ね、人生経験とか仕事の体験が違うということですね。だから人間っていうのは一つの言葉を、ね、自分の過去の経験とか記憶に照らし合わせながら解釈していきます。ということは過去の記憶が違って体験が違うということであれば、一つの言葉に対しての解釈が変わっちゃうんですよね。なので結局共有できないということになるわけです。じゃあどうすれば共有できるんですかって言ったら、まずは指導者が部下を深く理解すると、その理解に努めるということが非常に大事だということですよね。部下には部下の、ね、目的があり、ね、個人的な目的もしくは個人的な目標があり、考え方とか価値観、ね、すごく大事に考えているものというのがあるわけです。でそれを理解した上で、それを理解した上で、その、ね、個人の、ね、部下の、ね、目的目標価値観と会社の目的目標価値観というのをこう結びつけていくということですよね。でそれをこう部下が、ね、結びつけを感じることができた、あ、会社の目的目標を達成することはすなわち自分たちの目的目標を同時に実現していくことになるんだ、これは分かれたものじゃなくてつながってるんだ、一体なんだっていうことを本当にこのね、腑に落としてもらった場合に、初めてそれでこう、ね、指導者の目的目標っていうのが共有されたという状態になるわけです。でこれが土壌にあって、そして実際に目標達成に向かって計画実行振り返りということですよね。いわゆる PDCA サイクル、プラン・ドゥ・チェック・アクションというのを回していくということになります、ね。で計画っていうのは少なくても理論上は目標達成に十分な、ね、ものであると、ね、その目標達成するのにこう十分な手数というのがしっかりと入っているということですよね、まあ、少なくても理論上は、あ、この計画をやればこの目標達成できそうだという十分なものが作られていて、なおかつそれは実現、あ、実行可能、実際ね、生身の人間がやろうと思ったらできるという、そういう実行可能なものを作るということになります。で実行っていうのは、まあ、指導者自身が動くという意味もありますけど、まあ、主に、ね、指導者が他の人を動かす、人を動かす、組織を動かすということで、ね、他人にことをなしてもらう、そういった形で、まあ、実行を図ると、まあ、組織的な実行を図るということですよね。まあ、その人を動かす王道的な、ね、相手に重要感を与えるとか認めるとか褒めるとかね、まあ、そういった要素、もしくはその、ね、影響力を行使するっていったものを使って人を動かし、組織を動かし、実際目標達成を目指すということですよね。そしたら実行すれば何らかの結果が出ますから、ね、振り返りというのを行うということになります。今回はこの振り返りというところをやっていくということになりますね。はい、そうした時に振り返りを行う際の3つの課題、ね、指導者には振り返りを行う際に3つの課題があるということです。
一つは振り返りを必ず行うということですね。二番目は自己責任 100% で振り返るということです。最後は反省を改善へつなげるということですね。これを一回ずつ見ていきたいと思います。今回は指導者が振り返りを行う際の3つの課題の1つ目、振り返りを必ず行うというところを見ていきたいと思います。ね、なんかすごく当たり前のことを、ね言ってるような感じがするんですけど、日本の企業の、ね99% っていうのは実は中小企業なんですよね。つまり社員数が少ないわけです、例えば100人未満とか10人未満とかねっていう形で非常にこう、社員数が少ないわけです。で大企業だと、ある意味こう、PDCA サイクル計画実行、っていうのは、計画実行振り返りそして改善 PDCA とプランドゥチェックアクションというのは、ある意味、常識的なところがあるというところがあります、そうしないとやっぱり、人っていうのは、組織として動くことができないということになるんですよね。ところが 99% の中小企業っていうのはこういう、こう論理的な、物事こう途中過程っていうのをこう綿密に分析するっていうのをやってる企業っていうのは非常にこう少ないんですね。すごく少ないわけです、じゃあなんでやらないのって言った時に、もう簡単に言うともうね PDCA じゃなくて Do 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 もうやる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 みたいな、そんな感じになるわけです、綿密な計画を立てるわけでもなく、とにかく努力根性気合でやってみてうまくいったかいかなかったか、うまくいかなかったってことは努力根性気合が足りなかったってことだから、次は頑張りましょうみたいな、常にこう精神論でもうひたすらドゥ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 と、じゃあなんで計画立てないんですか、なんで振り返らないんですか、忙しいからっていうのが実はこの中小企業の、実態として多いということですよね。これね、この中小企業でプランドゥチェックアクションっていうのをきっちり前回してる企業ってなると、数少ない勝ち組というふうになるわけですけども、実際は、やってないと、綿密な計画、もう立ててない、そしてもう振り返り、なんで、目標が達成できなかったんだろうっていった時に、本当はその、どっかの途中過程に何か改善点っていうのがあるわけですけど、それをこう明確にしないと、ちょっと頑張らなかったかなとかね、気合が足りなかったかなとかね、もっと根性出せばよかったかなとかっていう感じでこう精神論でまた頑張りましょうって言ってドゥ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 というふうになりがちだということですよね。だから振り返らないっていうのは一つは忙しいと、そういつもいつもドゥドゥドゥと、とにかく今日やるべきことを今日やってもうずっとドゥ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 でやり続けてるから計画も立てないし振り返りも やらないということになりがちなんですね。でもう一つは、そこまでしなくてもなのでこのプランドゥチェックアクションっていうのをきっちりやらなかったとしてもうまくいってたっていう時代を、体験してるという可能性があるんですよね。例えば古き良き時代とか、そう、例えば1960年から1985年の古き良き時代、高度経済成長期、もしくはこのあと、1991年まで続いたバブル景気、こういう、なんかすごくこういい時代というのを、体験している可能性があるんですよね。だからこういうふうにこう綿密な計画立てて実行して振り返って改善策を出して、そしてまた計画に落とし込んでまた実行してっていう、こうきっちりやらなくてもなんかこうなんとなくこう気分でこう、そういうそれこそこう経営学的な、知識がなかったとしてもなんか時代の後押しによって、うまくいった体験をしているという可能性も非常にあるんですよね。だから昔そんなことやらなくてもうまくいったと、じゃあ今うまくいってないってことであれば努力根性気合が足りないみたいな精神論に行きがちだということなんですよね。でも実際ですね、統計を見ると実はこの20世紀ですよね、こういうこうすごくこう右肩上がりで全体的に伸びてた時代であったとしても実は9割の中小企業っていうのは本業から利益が出てなかったんですよね。9割以上の企業っていうのは実は利益が出てなかったんですよっていうのが実際の統計なんです。なんかね、過去20世紀の、経営者が優秀で今の新しい21世紀の経営者はその過去20世紀の経営者よりもなんか劣ってるような印象が持たれたりするんですけど、実際は逆なんです。
実際は逆なんですよ。こう古き良き時代っていうのは、まあ、ある意味こうぬるかったんで、そこまでね、例えば今回のこう経営学講座みたいな綿密な勉強をしてなかったとしても、ね、なんとなくねこう生き延びるってことができてたんですよ、ね、あのそのいわば大樹の影っていうかね、なんかこう国とか地方公共団体とかでに依存しながら、そしてそのね会社同士なんかねこう株を持ち合ったりしてね、なんかまあ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 みたいな感じでも人口が伸びて経済が伸びていたわけですよね。だからその経営学みたいな知識がなかったとしてもね、経営学実行振り返りね、改善 PDCA プランドゥチェックアクションなんかっていうのをきっちり回さなかったとしても、一応なんとなくこう生き延びるってことができてたんですよ、ね、で本業でね、実際その中小企業、過去20世紀の中小企業でね、実際よく見ると実は本業で9割の中小企業っていうのは実は利益が出てなかったんですね。でそれはこう経営学の知識もなければ、プランドゥチェックアクション、特にチェックみたいなのをちゃんとやってなかったということなんですよ。じゃあなんで生き延びることができていたかって言ったら、もうほとんどの場合は、ね、土地と株の値上がり、まあある意味こうね、もう時代のに足す土地と株ですね、土地と株の値上がりで、ね、結局生き延びてきているというところが非常にあったということです。ただ日本という国は、ね、あの創業100年以上の企業というのが実は、ね、そう世界的に見て多かったりするんですけど、ね、あのうちの会社は100年続いてますみたいな、その100年以上続いた企業というのが多かったり、割合としては世界の中で日本というのは多かったりするんですけど、実はその企業というのは本業で、ね、利益が出てなかったりするんですよ。じゃあなんで100年生き延びてるんですかって言ったらね、例えばその時代が良かったんで、なんかねこう土地を買ってたらその土地が値上がりしてるとかね、なんかその自分のね、あのねお店の前の土地が余ってたんで、それをこう駐車場で貸してたと。でその駐車場からのね、その営業外収入ですよね、営業収入じゃなくて営業外収入が実はそのね、経営を助けてたとか、なんかそういったこう偶然でね、なんかこう利益が出てたり、こう100年以上こう 長くね生き延びてたりしてるっていう企業が実は割合として多いんですよ、ね、だから今の私たちの21世紀の方がものすごくね環境が厳しいの で過去20世紀っていうのは人口も上がって経済も上がってたから、まあね、こうそういうこうぬるい状態でも、ね、なんか国とか地方公共だったりとか、ね、大企業とか、 なんか組合とか、ね、っていう感じでこうまあまあでやってた、まあまあのなあなあでやっててもなんとなくこう生き延びるってことができてたっていうことがあったわけですけど、今の21世紀の、ね、私たちの場合はもう人口も下がってきてて、経済も、ね、あの基本的には厳しいという状態だから、だから実際は私たち21世紀の経営者の方がよっぽど優秀なんですよ。こんなにこうね、あの知識を勉強して、もう世界最先端最高峰の勉強知識を勉強して、そしてなおかつ計画実行振り返りっていうのを綿密に やって、ね、成功を目指しているという形なんですよね。だから知識という面でも、ね、その技能という面でも明らかに、ね、今の新しい21世紀の経営者の方が力があると。まだそれぐらいこう勉強して実践の経験から学んでいかないと、ね、今はとてもとても生き残ることができないということですよね。だから実際はだから日本の企業の中でこういう、ね、古き良き時代とかバブルとか、なんか自分たちの実力は関係なくなんか儲かったとか利益が出たっていう人たちがいる中で、ね、実際こういった振り返りみたいな、ね、なんかやってないと、ね、やらないでもう今でもひたすらドゥ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 と、ね、今日も頑張りましょう、気合い入れましょう、根性出しましょう、とうまく いかなかった、あ、じゃあ次回は頑張りましょうみたいな、企業というのが実はすごく多いということですよね。なんかもう本当にあの国とか地方公共団体からの補助金とか銀行からの借り入れをしながらこう、ね、もう本当にあの自転車操業で資金を回してなんか、ね、ゾンビみたいに生き残っている企業というのも非常に多かったりするということですよね。まあ、大企業の場合は逆に外国ですよね、外資に、ね、買われていくというような感じですよね。だから実は振り返りを必ず行うっていう日本語はなんか、ね、当たり前じゃないのっていう感じなんですけど、実はやってない企業の方が割合としては多いと
ということです、ね、計画立てる時間がありません、忙しいからと、振り返りなんか振り返ってる時間ありません、忙しいからみたいな、今日も頑張りましょう、今日も頑張りましょう、今日も頑張りましょうみたいな感じでドゥ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 というふうにやっているということですよね。だからいつまで経ってもね、その途中過程っていうのが改善されない、ね、同じ行動を取り続けたら同じ結果が出ますよね。同じ行動を取り続けたら同じ結果が出るんですけど、それをなぜか気合根性努力でなんとかねうまくいくんじゃないかっていうこうね幻想を見てるところがあるということです。ね、だけど実際はその、ね、科学的に論理的にやっていけば経営っていうのはどん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 良くなっていく方が実は当たり前だったりするということです。でその当たり前っていうのがこのプランドゥチェックアクションですよね。計画実行振り返り改善ということになります。ね、じゃあ計画立てました、目標に対して、ね、計画立てました、実際に実行しました、ね、じゃあどうだったんですかということですよね。でもし目標が未達であったならば、ね、目標を達成するために計画を立てたわけですけど、目標が未達だったということであれば、計画は目標達成のために十分なものであったかと、ね、その計画を理論通り、ね、本当にやったら、ね、目標達成する可能性があったのかということですよね。目標達成する可能性がなかったんだったら、それを実行したら絶対目標達成しないわけですよ。だからということは計画の作り方がおかしいということになるわけですよね。その打ち手が十分じゃない、不十分だったとかね、ね、最初から分かってる前提を、ね、飛ばしていたと、ね、そもそも、ね、見込み客がこれだけ必要なのに、ね、その計画をやったって絶対その、ね、十分な見込み客が集まらないとかっていうんだったら、もう計画はダメだっていうことですよね。なのでまず計画はそもそも、ね、理論的に目標達成が十分に可能な、理論計画になってたかどうかっていうね、その計画のせいで目標が達成できなかったのか、それとも実行は計画通り行われたか、ね、計画は理論的にはね、十分だったと、でこの計画は理論的には十分目標達成に導くだけの十分な、ね、計画であったと、しかし行動が甘かったと、要するに計画通り行動が行われてないっていう行動の方の問題だったのかということですよね。計画の方の問題で目標がいかなかったのか、それとも行動の方で目標に達成にいかなかったのかですよね。もしくは計画または実行において何を改善すれば次は目標達成できるのか、もうどっちかということですよね。計画が甘くて、ね、計画の方に問題があって目標が達成できなかったのか、だったら計画を改善する必要があるわけですよ、ね、もっと綿密に作る必要があるのかもしれないし、もっとたくさんの打ち手を準備する必要があるのかもしれないし、ね、もしくは経営支援ですよね、人物お金時間情報の配分の仕方を変える必要があるのかもしれないし、そういったこう計画の方にメスを入れる必要があるのか、だったらどう計画を、ね、改善すればいいのかっていうのを考える必要がありますよね。逆に計画は十分だったと、ね、おそらくこの計画を、ね、きっちりやりさえすれば目標達成できたんだろうと、ね、理論的にはこの計画は、ね、目標達成に十分な計画はちゃんと作られてたと、ただし実行が甘かったと、ね、計画通り行われてないと、ね、いうことであれば、じゃあどうすれば、ね、行動が計画通り行われるようになるのかっていうのはやっぱ考えないといけないということですよね。改善しないといけないということになります。そして次は目標達成できる方法っていうのを考えて、ね、同じ行動だったら同じ結果しか出ないわけなので、もし目標が達成できてないってことだったら次は絶対に行動を変えないといけないわけですよ。じゃあ何を変えればいいのかっていうのをこう、ね、振り返りの後に改善策っていうのを出して、それを次回の計画に落とし込んでいくということですよね。まあ、極めて当たり前のことなんですけど、ね、でも実際それをやらない企業の方が多いのが実態ということですよね。ドゥ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 、ね、頑張りました、目標いかなかったです、仕方ありませんよね、次頑張りましょうみたいな、まあ、そんな感じですよね。そうじゃなくて計画立てて行動して時間、ね、振り返ってちゃんと、ね、結果を検証して、じゃあ計画のどこを変える必要があるのか、行動の何を変える必要があるのか、次どうやれば目標達成できるのかっていう改善策を出して、次の計画にまた落とし込んでいくと、もうこういう当たり前のことは当たり前にきっちりやり続ければ経営っていうのはどん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 年々で良くなっていく方が当たり前だということですね。はい、そして有効な振り返りを行うためにということで、まず振り返りの優先順位を上げてしっかりと時間を確保しましょう。で、振り返りを行わない企業の一番の、ね、言い訳っていうのは時間がないなんですよ。忙しい、時間がない。
ね、だけど振り返りを行わないから時間がないんですよね。だって状況が改善されないわけだから、ね、自転車操業をずっとやってたらいつまでたっても時間が作れないわけですよ、ね、同じ行動を取ったら同じ結果しか出ないわけですよね。で今うまくいってないっていうんだったらそれは行動を変える必要があるわけです。で何を行動を変える必要があるのかっていうのを見つける振り返りという機会を作らない限りいつまでたっても自転車操業が続き続けるわけですよね。だから振り返りをちゃんとやってでね、次はこれを改善すれば、ね、目標がいくんじゃないかと、ね、達成して状況が良くなれば時間の余裕はどん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 作っていくことができるわけですから、だから振り返りの優先順位ね、行動ももちろん大事です。行動はもちろん大事なんだけど同じ行動を取り続ければ同じ結果しか出ないので、もし目標が未達だということであれば次は行動を変えないといけないんですよね。それを気づくためには絶対に振り返りっていうのは重要なので、振り返りの優先順位を上げて振り返りは振り返りとしてしっかり時間を確保するということがまず第一ということですね。次は事前の計画段階で実現性の高い途中過程を明確にしておくということです、ね、こう明確であればあるほど後でね振り返りっていうのができますよね、まあ、例えば、頑張ります結果こうでした、だったらもうねもう頑張ったかどうかしか振り返ることができないわけです。ところがその途中過程っていうのがすごくこう細かく、ねもし計画でね、作られていたならばこうやって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 だから目標達成しますというのがね、すごくこう計画の段階でね、ちゃんと見込みを、として入っているならば、あここだと、ここがね、問題でいかなかったんだ、じゃあここをどうやったら改善できるかということですごくね、具体的なこう有意義な振り返りっていうのをすることができますよね。つまり有意義な振り返りができるかどうかっていうのはどれだけ綿密な計画が作られているかどうかっていうことにかかっているわけです、ね、こう計画と振り返りっていうのがセットなんですよね。計画がいい加減とか曖昧であればどうしても曖昧ないい振り返りしかできない、ね、頑張りましょう、けあの、ね、目標達成できませんでした、あ頑張りが足りなかったんですね、次頑張りましょうで終わっちゃうわけですけど、こうやって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 だからこうやってこの目標を達成できるんですってなると、あここですねと、でここに関して、ね、実行が甘かったんですねと、ね、ここで想定外のことが起きた時にうまく対応できなかったんだと、じゃあ次はここはどうやったら対応できるんだろうということですごくね具体的かつ有意義な振り返りっていうのができるようになるということです。だから計画と振り返りっていうのはセットになっているので、いい振り返りを行いたいということであればある程度こう事前の計画っていうのをやっぱりきっちり作ってある必要があると、途中過程がしっかりと明確にね説明されている、ね、価値のある計画っていうのを準備しておく必要があるということですね。あとはしっかりとした準備と正しい行動による成功こそ本当の成功だと肝に銘じておく、つまり偶然でもね成功しちゃうってことがあるわけですよ、ね、中にはね、まあ、例えばそのね個人だったら宝くじに当たって億万長者になりました、ね、それが事業だった時にバブルですよね。本業よりも株の方が儲かる、本業よりも土地の方が儲かる、ね、本業でねなんか一つの商品を売って、ね、100円とか1000円とかの利益を積み上げていくよりはなんかね1億5000万で土地を仕入れて2億5000万で転売すれば1億差額で儲かる、そっちの方が圧倒的に早いし楽だということで、ね、バブルっていうのが起きたわけですよね。だったらその2億5000万の、ね、土地を仕入れて、ね、3億5000万で売ってまた1億差益を出すと、ね、だからこんなね土地をこう転がすだけで、ね、1億とかっていうお金が簡単に儲かるんだったら、もうだったら100円1000円の、ね、利益を積み上げていく必要がないじゃないかと、ね、そうした時にね本当にいい時代があったわけですよね。でそういったのっていうのは、まあ、成功は成功ですけど本当の成功じゃないわけです、ね、まあ、はっきり言ったら運ですよね。運で、ね、良くなってるわけですよ。でそんな運なんて、ね、連続するものじゃないですよね。宝くじだって何回も連続で当たったりするようなもんじゃないわけです、ね、だからそういう、こう偶然とか運でうまくいく場合もあるわけですけど、それは本当の成功じゃないということですね。じゃあ本当の成功って何なんですかって言ったら、やっぱりしっかりとした準備、そして正しい行動、計画通り行われたきっちりした行動、ね、だから自分たちはちゃんと計画立てて、それを計画通り実行してね、そしてその計画通り実行できたからこそ成功した、そういう、こう実力による成功の方がことを本当の成功だって言うんだということですよね。だから自分たちは計画なんか立てなくてもあの頃は成功することができたとかね、そんないち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 自分たちがやってたことをね振り返らなくてもあの頃はねうまくいってたとか成功することができたっていうんだったら、もうそれはね捨てないといけないわけですよ。その過去の栄光を捨てて切り捨てて、あれは成功じゃなかったと、ね、たまたま運が良かったと、要するにね宝くじ買って
ったら当たったようなもんだったんだと、本当の自分たちの実力じゃないと、ね、本当の成功っていうのは本当にちゃんと自分たちで成功するための十分な計画を立てていて、しかもその計画をしっかりと計画通り実行して、ね、もうなるべくしてなったと、ね、成功するべく成功したと、そういう状態になってこそ初めて本当の成功なんだっていうのを肝に銘じて、しっかりと振り返りをやっていくということですね。でなので振り返りを必ず行うことで、たとえ1回2回目標は未達だったとしても、目標を達成できるまで計画もしくは行動もしくはその両方を改善し続けることができれば、必ず最後は目標達成までたどり着くことができるというお話です。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。